こんにちはのぶ吉岡ですすジジャャイイブブファミリージャイブ動画講座始まりまり、えー、本日のジャイブ動画講座のテーマは初級ジャイブですね。えー、ジャイブの、ね、これ練習し始めたと、えー。プレーニングジャイブですね。でもボード回んないんだよね。どうしても凝こっちゃうんだよね。っていうところね。本当にこう対面コーチング。今日も対面コーチングなんですけど、本当にジャイブ始めたばっかり。でもなんかうまくいかないんだよね。っていうどこが悪いのか。 というところですね、えー。これを検証するとあ俺こういう原因で回んなかったとかねそういうことがすごいよくわかると思います、えー、それなのでちょっと今日はその対面構築初級ジャイブ始めたばっかりこれからもっとボード回したいんだよねっていうところのね、えー、意識をちゃんと、えー、解説していきたいと思います、えー、ではねまずね、えー、動画から、えー、流,れ流れからちょっと見てみましょうはい えー、ジャブプレーニング入ってます。ジャブに入ります。下ろしました。ギューッと回ってきた。ここまで回った。回らない。っていうところですね。もう一回見てもらうと、えー、いいですね、えー。ちゃんとね、これ大変だ、だいぶ分かってきて、アプローチでスピード上げてギューッと回った。ああ、ランニングで完璧に止まって、ブレーキかかって前に飛んじゃった。みたいな。いうところですね。えーえー、では、これをね。えー 静止画で、えー、ゆっくりと解説していきます、えー、彼はまだ若いんですよね。だからこれから、えー、多分ワンシーズンでものすごい綺麗なる、キレ綺キレジャイボをすることでしょう、えー。これからね、ちゃんとコーチングしてやっていけば、必ずそうな,るなります。えー、たいじゃあ、対面コーチングでしっかりと,ちょっと、えー、一個一個お伝えしていきます。そしてね、えー、もしあなたがこの、えー、俺も初級なんだっていう方はね、これを見ることによって、 ボードをしっかり回せるということになります。えー、だからぜひちゃんと見てください。あとね、ベテランの方はこれ見てる。たえー、ジャイブ初級者に教える時に、あこれとこれとこれ、こういう感じでやればうまくなるよってね、えー、偉そうに教えることができますので、しっかり見て,ていただくといいと思います。えー、では始めます。えー、静止画です。えー、まずこれで、ね、アプローチですね、えー。しっかりとアプローチでここから下らしてスピードを上げる。ねえー、ジャイブの3予想スピード内径体重移動。まずスピード。 えー、スピードで下らしてスピードを上げる。あかなりスピードが上がってきましたね。いい感じですね。はい。ぐっときた。で、この辺からこうジャブに入りますね。はい。入ります。お悪くないですね。お悪くないじゃないですかね。えー、こんな感じで入ります。で、まあ、体はね、ちょっと内側にちょっと傾くような感じになってます。でも、ボードがフラッと。っていうことは、えー、実と傾いてない。 傾いてるふうに見えるっていうだけで傾いてないですね。えー、でも分ントを下げてしっかりやってます。で、まあ、ここでね、一番、もうレールがね、少し入ってます。これ、内側にちょっと体、えー、後ろ足で体重かけて、内側に傾いてますので、えー、レールが入り始めた。っていうとですね、まあ、この辺までは結構ね、最初、来るんですよね。で、ここの、えー、静止画面で一番重要なポイントっつうのがあります。これは、えー、体をこうちょっと内側にこうやってね、斜めに倒れてます。 でも、胸、膝、特に前膝、ほら、ボードのノーズに向いてるんです。で、胸もそうなんです。体全体がノーズの方に完璧です、下手するとノーズよりちょっとこう、風、えー、上側に向くぐらいの雰囲気なんです。これ、どういうことかっていうと、実とそうすると、ボードが必ずフラットに戻,つ戻っちゃうんですね、交換で、ねえー。そして、ボードがま、えー、っすぐ走ろう。 まあこの位置で多分ね、こうやってまっすぐ、内側にこういう回転系じゃないですね。フラットに近い状態だと、体が全部、えー、胸とかね、膝とか前膝、特に、ノーゼローに置いてると、ボーダーまっすぐ走ろうとしてますね、これ、自重と。このまっすぐ走ろう、まっすぐ走ろうっていうね、えー、形になってですね、体が。19、え、歳、ー、の前はね、これが胸がジャブル出口、膝もジャブル出口。 だからボードを回転させるっていう下半身ボード100%っていうね私よく言いますけどそのイメージボードを回そうっていうイメージよりは上半身でボードを回そうっていう意識が強いんですよ上半身で回そうまあ俗に言うねセールを使ってセールで回そうっていうイメージが強い ウィンドウサーフィンの場合、どうしてもね、えー、そういう形になりやすいんですね。私もセールっていうのがね、ウィンドウサーアフィンはメインで、8割型セールっていうイメージがちょっと強いんですよね。でも、ジャイブに関しては、もう、ジャブに関してはですよ。ジャブに関しては100%ボードを回転させるっていうイメージが必要。だから、この状態で膝が、えー、しね、えー、ノーズよりもしかしたら下手するとこっち向いてるのかな、えー、カメラの方に。そうすると、ボードは必ず、ボードと体はまっすぐ行こう。この状態からまっすぐ行こう、まっすぐ行こうとするんですね。 ジャグの出口の方じゃなくて、ね、それを上半身だけでギュッと回そうとする。っていうことになっちゃう。そうすると、えー、前の、これちょっと見てもらうと分かるんですけど、前の手、マストでにすっごい力が入っちゃうんですね。ってことは、マストでの方に力が入るってことは、セールのパワーもこっちへ行こうって。まっすぐに行こう。ボードと一緒にまっすぐ行こう。まっすぐ行こう。っていうふうに思ってるんですよね。思ってるっていうか、えー、ボードとすれば思わないですね、えー。原理的にそう言っちゃうと。 必ず行くとでもイメージ的にはボードが回したい。ジャイブでボードとセールと、えー、反対方に向けたい。っていう頭だけがいっちゃう。頭とこう頭だ,だけがいく、えー。上半身だけがいこうとする。まあ、この場合で見てると頭だけいこうっていう、ねえー、イメージなんですね。そボードはまっすぐいこうとしてる。頭だけいこうとする。そうすると手に力が入る。ね。 まあ、あのマストで力が減るもうだから反発してですね体は行きたいボードは行かないっていうことになるこれを完璧に変えちゃう、えー、もう変化しちゃうボードを回す100%イメージ、まあ、これはもう何回も言ってますからね、えー、そのために必要なことっうのが出てくるんですね膝の角度ねこれは頭だけで思っててもボードは回りませんから、えー、膝この前膝がジャイブの出口に向ける で目線は向ける。そうすると体も向けるまあとりあえず最初は下半身でボードを、えー、とにかく回そうというイメージでもいいですね膝、えー、腰から下を、えー、ボードに乗っけて必ずジャブの出口に向けるというイメージを最初持って最初の処方はそれで、ねえー、練習してもいいと思いますね体が全部一致しないですからね下半身と上半身一致にさせていこうなんてなかなか難しいので、えー、まずは腰から下をジャブの出口に向ける ということをね、えー、重要視して、ちょっと練習するといいます。これ完璧にバランスが取れてないんですね。ボーダーまっすぐ。頭は内側。こ個。回転させよう。っていう形で、えー、頭と下半身がもう全然バラバラ。ボーダーまっすぐ、えー。体。だから、えー、見てますと、この後、必ず止まります。ほら、こういう状態。膝がこうですね。これボーダーはもうまっすぐ、まっすぐいうことです。で、上半身、ここ,こ、ここだけ。 えー、この辺の部分だけ頭、えー、肘、えー、両肘とかね、えー、が全部こう回そう回そうってイメージこれ実度全然回りません、えー、ここで重要視することは、えー、やっぱり何回も言うと膝をジャブの出口にっていうことが重要になるでもう一つねこう、えー、重要なポイントとしてはこう腰今落ちてますけどここでジャブシャーって曲げようっつったらもうこの時点でブームの上に頭が来てるんですね そうすると、上半身、8割ぐらい上半身に、えー、パワーが入っちゃいます。ボード100%、の本当は下半身にどっちかっていうと、8割方いってほしいんですね。このブームの下に頭が来ることで腰が落ちます。膝が曲がります。そうすると、ボードっていうのは回しやすくなる。下半身がね、膝が伸びて立ってしまうと、もうレール入れるも何もないですからね、えー、もっともっと引っかかってしまうということになります。 で、こう来ると、ほら、見ててわかるでしょう。ボードはまっすぐ行こうとしてる、えー。体だけ内側。でもね、これ形は結構いいんですよね。後ろに肘が曲がってるんですよ。まあ、手幅がね、あと、えー、30センチぐらい、広くまでは、えー。体がもうちょっと内側に入りやすいですね。えー、まあ、でもそこを言うよりは、えー、今、初級の段階では、えー、そこを意識するよりはどっちかと。この下半身なんですね。特に前膝。 ここをもっともっと意識しておもう次練習するときは、この前膝だけでいいぐらい。え後ろ膝はね、えー、ジャブでこう押して回ろうとしてるので、えー、角度は悪くないですね。前膝なんです。これ前膝を曲げるには重心を下げなさい、ね。だから、ブームの下に頭。っていうとこの、この、あえー、頭の位置と、えー、腰と膝。じゃこれ連動してるそれができることによってボードが回っちゃう。ボードが回っちゃうと上半身に力がかかんなくなる。ということなんですね。 えー、これ、ボードが回らないで、セールで回そう、頭で回そうっていう形になってるんですね。えーまあ、これ、よくあるんですね。多分、これ見ながら、ああ、俺もそうだよな、みたいな。えー、っていうことは、えー、ボードを100%っていうイメージがないんですよね。えー、だから、細かいことを言うよりは、これで一発で回す方法っていうのは、細かいことを言うよりは、ボードを回そう。膝で、前膝でボードを回す100%のイメージをしてください。っていうだけで、ボードを回り始めるんです。えー キューッと、え、待ったじゃないですか、みたいなことになる。ですよね。だからまあ、こういう形のジャイブの人を見たら、えー、そういうことをお伝えしてあげればいいと思います。もう細かい、えー、手幅、どうのこの、体がどうのこのっていうよりは、えー、ボ,ーをボード100%、ボード100%に注意てボードを回すイメージ。そして前膝を使う。ね、後ろ膝はもうちゃんとできてますからね、えー。だいたい後ろ膝っていうのはできるんですね。後ろ足っていうのはね、ボードを回そうとするから。えー えー、風も側に足を置きますからね、きゅってやればボードはレールがちょっと入りますからね、えー、それはできるんですよ、大体の人は。えー、でも、ここの前膝っていうところの意識が足りない。と、えー、こういうふうにボードはまっすぐ行って、体だけは内側に行こうとして、えー、もう頭だけでますだからまあ運動会でいうね、えー、おっさんの,あの運動会っていうかね、子供の運動会でやるおっさんのね、お父さんのね、100メートル競走と一緒なんですね。 頭だけ先行っ,っちゃって足がついてこない。だから前に倒れちゃう。でもうそのものなんですよね。えー、だからそれよりは、かかし、足を、まあ、100m だったらいい足を回そう、足を回そうっていう,、ね、こうイメージ、えー。だから頭だけ行っちゃうっていうイメージじゃなくて、足、下半身を使うということを重要視してもらうと、これは一発で治ります。えー、簡単に治ります。 ね、もったいないなって感じですね。もうほら、本当にもう,こう、ひもうこれ、ね、この辺だけはもうまっすぐまっすぐ行こうとして、体はもう内側に行こう。でも、目線とこの胸も全部こう、脳背の方に向いてしまうっていうことです。これ、あの、向いてしまうとか、向いちゃうんですよね、ボードが回ってないから。体でこうやって一生懸命やろうとしても、ボードが回ってくんないから、体はこう、ゼルの方に行ってしまうっていうのがあるんですよね。えー、だから、そこの一番こう重要点としては、この膝 前膝をいいかかにして使うかっていうことなんですでこれは前膝が急にここでね、向きましたよね、こっちへね。そしたら急にレールが入り始めるんですね。えー、面白いですよ、えー。一つ一つの形が本当に面白いですね、えーお。でもね、この辺までね、来てるから、そのことだけ意識してれば、本当にここからギュッとね、ここからキュッと回っちゃいますから。えーまあ、ここでバランスもう崩しちゃってますからね。えー、もう上半身、と下半身、もうバラバラになってますからね。えー それを上半身下半身バラ,バラバラになるよりは腰から下だけを意識してボードを回すというイメージでやってもらうと本当に一発でります、ええ、治りますので、ぜひ、えー、練習してみてください、えー。今回の対面コーチングはジャイブ、本当に初級者、これからレールジャイブ、やるぞっていうところですね。だから前の膝を意識する。前膝を意識してボード100%中止してボードを回すというイメージをしっかりと掴んでください。まずはそこから。 腰から下でボードを回すまずそこからやってください。ボードが回ってくれば、今度は膝とかもうジャイブの出口の方にこう下半身で回ってますから、今度は体と目線をついていく。そしたらジャイブの出口にフッと目線を向けてあげれば、もう連動してスーッといっちゃって。えー、えー、?2、3日前まであんなにジャイブだったのに、えー、なんで急にできるようになったのっていう感じです。あとはセールを返すタイミングとセールをつかめれば。だからまあシーズン的にはワンシーズン、かかんないで。 普通にジャイブがセールを取れるようになるということは確実ですね。えー、だからそこだけを意識してやってもらうといいと思います。えー、本日の、ねえー、動画対面コーチングは、えー、ジャイブ初級者。これからプレーニングジャイブを練習するぞっていうところの重要なポイントですね。えー、何回も言うようですけど、100%ボードに集中する。腰から下。まずは腰から下。で、ボードを回す。っていうイメージをつけてください。 で特に、えー、今回の、えー、対面構築は前の膝ですね。前の膝をとにかくしっかりと直すということが重要になります。えーえー、そういうことです。えー、じゃあ最後にね、えー、ちょっと流れその、えー、前の膝とね、えー、ボード100%というイメージをちょっと、えー、頭に入れながら、えー、最後に動画の流れを見てください。そうすると、おー、そういうことだったか。次できちゃうじゃんみたいな感じになりますから、えー、必ず次できます。えー きれいにボードが回るようになると思います。えー、頑張って、えー、練習していきましょう。じゃあ最後に動画を見ましょう。ぐーっと来て、ぐーっと来て、ぎゅーっと来たというとこです、えー。本日も動画解説見ていただきありがとうございました、えー。じゃあ先ほど言ったポイント、しっかりと頭に入れて練習していきましょう。えー、本日も動画解説見ていただきありがとうございました。